えっと、ビズ週刊グラフで見る新型コロナ今週は今の緊急事態宣言が出された7月12日からの新規感染者を曜日の影響が出ない7日間平均で見てみます4回目の緊急事態宣言は首都圏1都3県を中心に感染が拡大し7月下旬から8月中旬にかけては 東京の感染者が爆発的に拡大し、過去最多を大きく更新する状況になりました。その後も断続的に拡大を続けましたが、8月の下旬になると4700人程度で増加が止まり、その後2週間程度で3100人台にまで落ちました。専門家はお盆の時期に一時的に人出が減ったことが影響したと見ていて、今後の再拡大を警戒しています。<noise> 次に地域別の感染の深刻さを見るためにこの1ヶ月間の人口10万人当たりの1週間の新規感染者の合計を見てみましょう人口あたりで見てみると一番深刻なのは沖縄で8月下旬には300人を超えて過去最悪の状態でしたしかし東京と同様に9月に入ると下がり始めています 一方で感染拡大が始まるのが遅かった大阪や愛知は減り方がまだ鈍く東京より深刻になっています。